疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、待望の企画です。なんか もともとはなんかやっぱさ、あの訪問販売とかすごい高いんですけど、あ、まあ、そういうのを、まあ、画面に出していきたいなって、ね、今日本当ちょっと危険だけどね、はい、で訪問販売業者を今見積もり取って、今日それって本当の業者を取ってる。本当の業者、まあ、ちょっと多分モザイクかかると思うけど、京子ちゃんモザイクかかって、その人もモザイクかかるみたいな、はい、分かりました。で途中からちょっと僕参加するんで、で、まあ、僕がちょっと最初は分かんないふりして入っていくんですけど、まあ、後半ちょっとグワグワ、うん、途中で入ってきてくれるんですね、社長が。はい、まあ、いくらぐらい出してくるか分からないですけど、はい、まあ、大体ね、これ結構ここ誰のお家なんですよ。これね、社員の家です。あ、社員さんのお部屋、ね、名前言えんけど、まあ、社員の家を協力して借りてます。立派なお家ですね、うん、実際に本当に、まあ、うちでもう塗り替えようかなって言っとるんで、まあ、実際にじゃあ訪問販売業者がうちより安かったら、まあ、それは訪問販売業者やるよね。そういうことですね、うん、で飛び込み業者に頼んでます。はい、わかりました。だいたいこれ200ちょいぐらいかな、200、230ぐらいなんで、平米数でいうと、まあ多分うちでやると防水やって、あの外壁のシーリングとかも全部やっても、だいたい150から180ぐらいかな、みんな見てる人だと。一般のお客様出しはやっぱ180はいかんのじゃねえかな、屋根までやってね、全部やってです。で一体じゃあ訪問販売業者がいくら出してくるか、ちなみにこういうでいくでね、最後ね、これで入ってくる。はい、わかりました。で、あの弟だね。弟役。お姉ちゃんで。行きますね。ね、俺はまあ知らん人ぶって。システム会社の社長っていうか。そ金を持ってる感じでね。金を持ってる感じね。小金持ちで。小金持ちな感じで。行きます。ね、じゃあ皆さん、もうこれ本当にすごいことになると思いますので、楽しみに見ててください。はい、行ってきまーす。どうぞこちらに。はい、どうぞ座ってください。はい、始まります。はい、あ、はい、はい、分かりました。支店長さんですね。え、そうです、ね、あ、はい、私もあのからお邪魔したんですけど、はいはい、本社のなんですけど、はいはいはい、にお店ありました。あ、はい、はい、で今とか重点的に皆さんにちょっとお聞きまして、はい、塗装のキャンペーンやったもんです。あ、そうなんですか。なんかずっと見積もり取ったりしてキャンペーンやられて。あ、そうそうそうです、そうです、そうです、はい、今ちょうどもうちょっとあれしないとなって、もう15、6年経ってるから前、はい、あ、前回は15年ぐらい前に塗装したんです。そうなんですか。そうなんです。で、ざっとちょっと見積もりをね、取ってほしいなと思って、はい、うん、はい、で、どんな感じなんですかね。ですね、うん、使う塗料によって、これ書いてますけど、うん、まあ、塗料、いろいろと種類ありますけど、うん、それぞれ特徴がありましてですね、うん、まあ、20年以上長持ちする塗料まであるんですね。うん、ね、あと、フッ素塗装とか。そう、はいはいはい。あ、ご存知ですか、フッ素とか。フッ素、まあまあ、普通にフッ素っていうフライパンとかの塗装っていう感じか、そういう感覚なんですけど。そうね、うん、フライパンのテフロンのフライパンってのはフッ素なんで。うんうんうん、ないと分からないんで、そう、ね、そう、全く分からないから、どこが安いのか高いのか、何を使っていいのか使って悪いのかっていうの全然全く分からなくて、あ、来てくれました、来てくれました。あ、こんにちは。おかわり。あ、今ちょうど来てもらってて、うん、こんにちは。あ、はじめまして。見積もりを出してもらってて。出たんですか。うん、出た。外壁のシーリングみたいなのをやる。入ってますね。コーキング入ってますね。11万円。11万円な。これはもう、要は、1万も1000円だけど。目地によるんですけど、目地撤去すると高いんですよ。今の目地。上から打つのは。まあ、週1倍も安いですよ。でも、こんなん500メーターとか700メーターぐらいあるでしょ。だから、要は、下塗りするんで、下塗り前にコーキングするんですよ。ただ、悪いとこだけ打っていって、あと下塗りするので。全部やらない。全部やらない。いや、なんかね、聞いたのは全部やってもらった方がいいよとは言ってたんですよ。それは、これ ALC なんですけど、うん、ALC で2取りあって、うん、全部取ってやるってことと、全部打ち増しする方があるんですよ。うん。あれで、取ってつけるか、なんか、上からでもいいんですよね。いいです、打ち増しでいいんですよ。これはもう、1万1000円だけだ。うん。ってことはもう、やらない。もう材料だけですよ。だけどね、この間もやっとったら、職人さん2人ぐらいで1回かかってやっとったよね。それは多分撤去処分に入ってるんですよ。あ、いや、ALC の家で上からやってたよ。これ全然、
全部やってくれる。縦目地は全部やりますね。いや、俺、後で工事始まって全部やってくれなかったら文句言うてね。もちろん。確かに。食いに来ろ。いや、1万円でやれんでしょ。いや、材料代だけなんですよ。防水の話すると、例えばこれが防水床塗装じゃないですか、うん。で、この上に防水層があるんですね。うん、防水層が、はい。これは、多分3層ぐらいになってるんですよ。防水層が。うん、ウレタン、例えばウレタン塗膜防水を3回ぐらいやってるんですよ。うんはいはい、そういうことですね。これで防水が完成して、最後に、このウレタンを守るためにトップコートっていうのがしてあるんですよ。うん、これが上になるんですか？そうです。こっちが下。これが上ですね。はいはいはい、で、15層があって、うん、躯体があって、層があって、これが、何ですか、これ、一番目が。これがトップコート。トップコート。で、なんでやるかっていうと、ウレタンは紫外線に弱いんですよ。紫外線に弱いので、ウレタンの紫外線が守るためにトップコートするんですよ。で、10年、もう防水メーカーに10年経ったら、トップコートだけはしてあげてくださいねと。でもなんかトップコートなんか、平米1500円とかでできるとか言うじゃないですか。それもね。そう。まあ、4000だったら樹脂みたいな感じじゃないですか。違う。いやいや。遮熱トップといって、熱を持たない塗料なんですね。遮熱を使ってくれる。遮熱トップですね。屋根もそうですけど、屋根も遮熱なんですよ。いや、もうきちっと仕切るならね、この値段だもんで、全然1社目より安い値段だからお願いしたいんですけど。遮熱タイプです。縦目地なんかは、今現在はこれ撤去せずに、打ちまして大丈夫です。ちゃんとやってくれるのは、本当にね、この値段だったら、もう今日でもお願いしたいぐらいです。で、サッシ周りは、今日契約したらちなみに安くなるのか。いや、もう安くしてやるんで。ああ、そうか、もう、まあ、この値段ぐらいで、未来道場さんとしてます。はいはいはい。あそこの人が、まあ、ぶっちゃけ知り合いで、よく聞くんですけど、ただ、やるとき声かけてって言われてるんですけど。あそこ、ネットでやってらっしゃるもんね。あんまり詳しく知らないですけど、結構有名です。いいでしょ、あそこね。大きなめしたね。そうですね。今ネット時代なんで。ああ、そうなんですか。ホームページでやって。で、1棟55万円でやりますよ、みたいな。いや、値段を聞いて、で、知り合いだからね、やっぱ頼むと断れなくなるでしょ。決して、知り合いですか？はい、知り合い。塗装屋さんなどで繋がってるんですか？繋がってないですけど、お客さんで会いみつもないじゃないですか。はい。塗り替え道場さんとか。はい。で、やっぱり安く出されるんですよ。うん、うん。うち150万ありましたけど。130万とかね、はい、平気で出されてくるんですよ、うん、なかなかちゃんとした工事になってない。なんかそこのね、知り合いが言ってたのは、シーリングをちゃんと やらなきゃいけないよっていうことを言ってたんですけど、はい、そこはどうなのかな、ね、どうやって信用しやいいかな、安いもんでいいんですけど、多分、ね、塗り替え道場さん、もっと高いでしょ、多分。いや、塗り替え道場さん、うちより安い。安いですか。ただ、正直言って、いろんな裁判型とか多いじゃないですか。うん、だから、あそこの会社は裁判が多いんですか？え、お知り合いですよね。うん、いや、聞いたことない。聞いたことない。そういうのも私、お客さんよくある。そうなんだ。だから、安いんで、やっぱ社長さんがなんかちょっとあれだもんね、お茶くそうな感じですもんね。知らないです、そうです。そうですか。だから、そういう職人さんもこう叩いてやってるんで、トラブル多いらしいんですよ。あんまり、業界ではいい噂がないんですか？いや、悪くじゃなくて、聞いた話ですよ。僕もね、知り合いで、まあ、おそらく今回、いや、もうこの2社で決まらんときは、まあ、2回どうぞ相談するか、って言ったんですけど、言うとやらないでしょ、あそこは。知り合いだとね。いや、そんなことだったら、まあね、お世話になっとるんですよね。じゃあ、もしかして聞いてみる？うん。今日聞いてみてもらって。そうそうそう。もうちょっといろんなとこを聞いてみたいかな。聞いてみるかもしれないね、うん、ちょっと。安すぎるの失敗だった。なんでこの100万円も違うのかなと思って。向こうはすごい高いのか、こっちが普通なのか、それもわからないし。普通だと、もううちよりも安いと思いますし、高いと思うんで、普通だと思いますね。ああ、そうです。一般にきっと。で、お客さんの中では、お宅より高いよと言われる。道場さんは安いんですか？え？二階道場さんは安いんですか？高い。どこかになるんですかね。聞いたら、断れなくなるから。安いと思いますけど、結構、私が知ってるお客さんは、もう足場踏んで、帰ってもらったとかね、中止したとか。そう。何が、なんかいろいろあったら、足場をかけて、うん、足場かけて、塗装し洗浄せずに、なんかやってたとか。洗浄せずに見るとか。うちはね、やってもらったけど、高かったな、足場。港区でしょ、あそこ。なんか、長区か、会社が。うん。町の方でしょ。はい。
で、それで知り合ったんですよ。うん。それでとにかく、検討しましょう。また接種してお見せください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。優勝のまたできるんですか？はい、ちゃんと、さっきの打ち合わせ内容を。あ、契約したんですね。契約しずに今と。契約する前に、この金額でこういうことをしますよっていうのをお送りします。あ、そうですか。そう、契約じゃないんだね。だから私、手焼きで、とか言った言わないじゃなくて、改めて、この金額で、この金額でこの内容をやりますと。いうものをお送りするので。あ、安心してください。静止画も。そうですね。シーリングも何メーターまで入れておいてください。そうですね。それはね、後で一体版にならない。はい。メーター数もね、こう、明記すると、プラスマイナス5歳で。まあいいですよ。それは、まあ、そんなのね、このままきちっと剥がれる。僕の図面で拾うと、600メーター、700メーターぐらいあるんだろうなぁ、ね、と、ね、ちょっとね。まあ、差し回りも差しの大きい地されたら、それこそ、ね、誤差で出ますね。まあ、そうですね。あれはまあ、別にいいですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。30分待ったろ。13分じゃない、13分。13分でしょ。13分。でも5分遅刻してる。そうそうそう。まさか遅刻とはと思って。30分前から待ったけど。はい、やりましょう。はい。ちょっと僕ね、あともう一つは図面で僕もちょっと平米測ったんですよ。はい。ほら、全然平米が違うなと思って。はい。290だけど、どう考えても。290? いや、見積もり書が290になってるじゃないですか。はい、はい。で持ってきてくれてるやつは290ですもんね。はい、そうです。塗装230万。あ、そうそう、塗装足場ってたね。足場が25万でできるんだ。そんなに儲かるんだね、やっぱり。そんなに儲かるんだね。足場25万もかかる。足場は僕知り合いで紹介しましょうか。めちゃくちゃ安いよ。いや、いいですよ。まあ、足場も足場屋さんはね、本当に僕昔からの、あのね、中学校からの同級生が足場屋さんやってるんですよ、うん、で、本当に別に頼んだらこんなの本当に10万円ぐらいでやってくれる。やらないでしょ。いや、それは僕友達だった。あ、友達だったんですか。だけど平米400円ぐらいでやるって言った。へぇ。400平米だもんね、四死16万円ぐらいでやるって言ったよ。そっから下請けしかやんないもんで、まあ、事故起こっても保証できんとかね、俺はまあそこに頼まない、うん、基本的には従業員、職人さん50人ぐらいかかってるもんで。あの、さっきの話のように例えば、うちの、あのやっぱり責任において足場を組んでやっていくんで、うん、でもし万が一何か事故あった時には、まあ、それはそうですよ、もう商売やるもんね、そのせいな感がもらってるもんね、うん、僕も。で文句言うつもりないですけど、で、こんなところで出したら。あ、ごめんなさい。で、今計算、まあ、計算上こうなんですけど、うん、まあ、これ値引きもさせてもらったんですけど、うん、ちょっと値引き幅、もう同じパーセントやったんで。うん、そこは下がるかなと思ったの。もうやっぱり230万ぐらいもらわないと消費税込みで。もう一回ちょっと考えますよ。まあ教授に返事出します。はい。ちょっとまあどうぞ先聞かないとな。やっぱ忙しいですね。いいえ、やる。一日何件もあるんですか、やっぱり。まあでも3、4件ぐらい。はあ、すごいですね。問い合わせでそれだけ来るんですね。そうですね、打ち合わせとかありますか。へえ、すごいですね。じゃあまあ安心な、はい、ちょっと不安も残ったけど、まあ、ちょっとそれまあ確認できましたので一度連絡入りさせていただきます、はい、申し訳ありません。ありがとうございます。で、まあ、工事はまああれですね、あのいつでもやれるってことですね。そうですね、そうですね、まあ今十何時ですから、はい、まあ、今月中にも足場組み合うことができる可能なので。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お忙しいのにありがとうございます。はい、こちらこそ。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。本当に。結構攻めたでしょうね、もう。攻めた。攻めすぎ。攻めすぎ。でもめちゃくちゃね、言ってることは。言ってることめちゃくちゃなんだ。ちょっと私は分からないんですけど。また編集さんにね、解説入れてもらうつもりではおるんですけど、うん、はい、まあこれ最後まで見ていただいた人は、はい、っていうのをカットで疲れましたね。とにかく疲れました。はい。途中でわけのわからんシリが出てきちゃったんで。シリが出てきたんだわ。シリが。笑ったでしょ、あれ。シリが、それはいい質問ですねって言ってたもんね。それは面白い質問ですね。あ、それ面白い質問ですねか。もう笑わせてもらっちゃって。これだよね。笑っちゃダメだと思うけど。でもちょっと疑っとったよね。ちょっとそうでもない。そうでもないと思うけど。うん、そう。まあ、そういうことで。関係の人かなとは思ったかもしれないですね。そうですね。またじゃあ面白い企画があって、ね、組んできます、はい、また京子ちゃんもどんどんはっきり、はい、また出ますので、はい、はい、また見てね。